こんにちは、昨日ですね、韓国で行われましたカシメロとアカオさんの、この注目の一戦で、まあ、この両者が激突する前にツイッターで元日本スーパーバンタム級チャンピオンのセリエ選手がこの両者について、まあその実力差があるよってことがね、こう言いたかったんだと思うんですけど、まあ死なないっていう感じでね、ツイートをされてて、それが結構こう波紋を呼んでというか、ね、話題になってたんですけど、まあ実際蓋開けてみたら、これセリエの言った通りじゃないっていう声で結構溢れ返ってて、で結構今もね、まあ大きな話題とまでは言わないですけど、まあそういう声があるっていうところで、まあこれも結果論なんですけど、まあ自分は、確かにその死なないとかっていうのはあれだったとは思うんですけど、でもセリエ選手のそのボクシングの観点とか、その見るところっていうのはすごい鋭いところを毎回ついてるなと、ちょっと偉そうで申し訳ないですよ。なんかそのね、日本チャンピオンのセリエ選手に向かって、あなたはボクシングね、見る目鋭いですねとかって言うんじゃないですよ。違う、そこは違うんであれなんですけど、なんだろう、毎回自分セリエ選手のツイッターフォローしてるんで、毎回回ってくるんですけど、なんですかね、まあ我々がこうボクシングでね、例えば顔をカシメロがやるってなって、でやっぱその根拠付けとしてね、こうこうこうでこうでカシメロ、こうこうこうでこうで赤穂とかっていうね、その結論に至るまで の、 その過程の説明っていうところで、まあかなりこういろいろな過程でね、考察とかをするんですけど、その過程の部分がやっぱり日本チャンピオンなんだなってね、思うだけはある考察の鋭さというか、やっぱり違うんだな日本チャンピオンってって毎回思わせられますね、ツイッターで。回ってきて、でね、自分もこう、じゃあこの両者が激突するってなって、どのこのでカシメロって行き着くんだけど、とりあえずそのね、セリエ選手とかの声がこう入ってくると、ちょっと一回こう足が止まるというか、あ、そうなんだって一回止まって、で自分のこの考察の過程とそのセリエ選手とかのその鋭い過程がこう相まっていい具合になって、で出された答えっていうところなので、かなりこう、ボクシングの予想もそうですし、ボクシングが楽しめてますね。だし、確かにセリエ選手の一人の発言力っていうのは、他のね、そのチャンピオン、確か今の、例えば井岡選手とか井上尚弥選手とかの発言の力よりはあれかもしれないですけど、自分は、これたまたまこういう結果になったとかじゃなくて、俺前もこれおっしゃって申し上げたんですけど、セリエ選手のこの鋭いところっていうのは、自分は嫌い、全く嫌いじゃなくて、むしろいつも参考にっていうか、勉強させてもらってるっていうふうに思ってますね。はい。なので、まあ結果論でまあそういうふうになってますけど、もう個人的にはまあ死なないはあれだったかもしれないけど、まあでもすごいね、伝えたいことは全然わかるし、実力差がめちゃめちゃあるよってことが言いたかったんだと思うんですけど、まあ実力差はね、もうめちゃめちゃあったと思うんですけどね。まあこれはまた違う動画にしていこうと思うんですけど、今回はその死なないっていう、セリエ選手の味方見解っていうのは、間違いではなかったというところの動画でした。はい。まあ皆さんもですね、ぜひ、コメントございましたら、どうしてもすみません。まあとりあえずこの前の動画で出したのがすげえ数のコメントが来て、100何件とか来て、ちょっともう英語とかね、もうちょっともうごめんなさい、これそれは返せないんですけど、ちょっとまたね、落ち着いてきたらしっかり返していきます。はい、以上です。